なあ。困っている人がいたら。分かっている。耳を傾けてみよう。この一品、重心の位置が絶妙だな。これでどうだ。おお。ええ。
いいぞ。よし。はい。そこ。はい。よし。はい。ところでシオン、代わりと言ってはなんだが、今度レナで流行っている衣服などを教えてくれないだろうか。なら教官と呼んでもらおうかしらね。はい、シオン教官。冗談よ。でも悪くないわね。それにしてもあのデダイムってやつ、ムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったって、この国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろ。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を漁っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。
かったわよ。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。どうも、口の中もジャリジャリする。フルル、飛ばされないでね。おひゅー。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士打ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかはなんだ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル？おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえそこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。うん。あれ。うん。はて、なるほど。
なんと。ほう。ちょっと。やったぞ。あら、いいの。どうかしら。うん。お。おや？そんな。やれやれ。何？うん。まったく、とんだ誤算だわ。その割に範囲を開けているのはさすがと言うべきか。
らって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんど三木田兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな三木田は。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。あ、そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキウダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキウダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが。十分綺麗だと思うけど。そんなミキウダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。三木田をよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。アルフェン、お前の服少し匂うな。洗濯はしているのか。そういえばしばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう、助かる。ローとリンウェルも服にほつれがあるぞ。あ、そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも。私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物と作り物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。あの光ったやつやっちまうか。行けるぜ。一発目よし、ゼロ。この元に吹っ飛ばせてやるぞ。どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。ザコには負けねえって。フルー。少しばかり変わった輩がいるな。町の外、さらにひどいありさまだな。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとはいえ。ほう、これは。おっ、あらら。
森もにぎわってきたかな。遺跡が残ってる。突破するぞ。一発目。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。とどめ。ロンドテンプ、こっちに帰れ。俺を怒らせやがって。ロンドテンプ、ぶっ潰してやる。信頼漏洩かけ。確実についてる。なんか機嫌いいな。ねえ、ピカピカの敵がいるよ。気を引き締めろ。ヘッドメ、大雨の連携だ。行けるぜ。スランピカ族よ。このまま崩れる。叩くのは難しそうだ。逃がさない。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。一応頼めるか。任せて。天下を乱れる。カホ、砕けろ。行くぞ。言えないけど。いけるつ氷の槍よ。切れつけ。言えないけど。最初もうすぐだ。任せたぞ。魔王エイン。
海の光で幽霊あ、終わるぞ。設置に耐えるそのまま行くやるよ。宿って絡めとるやめくないよ。しかし邪魔をしないでしっかりしてくれ。危ない返し死の精霊術だ。まだ終わらないね。任せてよ。火の滝に止められたか。はやけの舞このもとにヘイクイカ跳躍クロスブレイドクライナーいくぞ。止めるカホクラスブレイド後悔した。もらってるワンズコラボラで準備完了。ぶっ潰してやる。人類漏洩客くだロンドテンプル切れつけ危険連結いつを止められるよ。様子を落下する。押せろ押せ砕けろ。危険連結見せるぞ。せないよ攻めるかもう一回やどけ切れつけ砕いた攻める終わりまだ終わらないよ。カホ永遠の手に進むのかは熟慮すべきだな。やけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。水中に何かいるぞ。何かね。ジロジロと見てシオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね。安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って俺の狼が10ガルドだから1000匹分。1万匹だよ。ディオハリムを売ったら豪邸が建つんじゃね。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。どうしたんだキサラ。微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。
半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ、個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭司か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。あ、はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだが。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。ああ、ティオハリム。それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。そういえばリンウェルの言ってた昔話ってどんな話なんだ。え、ああ、漆黒の翼のこと。大昔のダナの勇者の言い伝えだよ。初めて聞いたぜ、そんなの。私も知らないな。昔ダナを死の国にしようとした悪い王様がいたんだ。ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは、悪い王様を退治できる聖なる炎を一人の若者に届けたの。その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者は、フクロウへの感謝を込めて漆黒の翼の紋章を掲げたって話。レナが来るまではかなり有名なお話だったみたい。私たちが忘れてしまったということか。リンウェルはそうしたことに詳しいのだな。けどさ、炎で悪い奴を倒すってちょっとアルフェンみたいだよな。よしてくれ。それにフクロウに懐かれるならリンウェルの方がよっぽど適役だ。悪い王様をやっつけられたらいいけど、私は勇者じゃないし、プルルの翼も黒くはないよ。フル！リンウェル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、
キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。プルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいてそれが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さんなら、父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし、あとローは弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。保護体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。